おはようございます。5月22日朝5時になってるんですけども、朝5時にやっぱりね、一風堂のラーメン未だに食べております。あの結構ね、いっぱいあるんですよ、うち一風堂のラーメン。こうね、こうありますし、こうもありますし、こういうね、まあテーブルいっぱいに広げて食べてるわけなんですけども、まあ早速いただきますね。とっても美味しい。うん、まさにね、店舗での味を最大限に再現したのがこの一風堂のラーメン、セブンイレブンで買えます、うん、だと思います。うん、で、一風堂のラーメンの味を知ってから私もうね、毎日食べてますよ。おかげでね、デブになってはいないんですよ。体重は減りました。というのが、このラーメンを食べるからちょっと体絞らないとやばいんじゃないかなっていう風な気持ちが出てきて、いい逆効果で体を作るようになったんですよね。まさに美味しくダイエット、うん、ただやっぱりこういうものばっかりじゃ良くないと思いますよ。だからね、お米を研いで白菜を食べて、たくあんかじって納豆を食べてみたいな、そういうのが私の食生活の8割9割です。うん、カップラーメンとかカップ焼きそばって山ほどありますけど、これほど食べ続けたものはないですね。うん、あの北海道旭川で起きた事件って、昔東京新宿で起きたそのプチエンジェル事件っていうね、あの小学生とか中学生の女の子をあのわいせつな動画に出させたりとか、実際にお金を払ってね、そういった幼い女の子と肉体関係を持ちたい人に売りさばいていたっていう組織があるとされてるんですけども、そこにちょっと似てるんかなと思うんですよ。斡旋するのが同じような年代の女の子だったりとかね、だから少女が少女を売るみたいな感じですか。その連鎖がずっと続いていって、まあ、ある意味あの売春組織ができているってことなんですよね。で、莫大な収益を上げてるんですよね。なんかすごいですね。で、それの流れを組んで、その残党がまだ同じことを日本全国でやってるんじゃないかと言われたりするんですけども、実際にそのロリコン島って言ってね、あの幼い女の子ばっかりを集めた島があって、そこになんか高級なツアーを大富豪誘ってね、組み立てるところがあったりとかするんですよね。まあ、そういった世界の掟っていうのはお互いに守られていて、それを破るとね、ひどい目に遭うと、一族もろとも。っ
ていうのを聞かれてます。まあ今話してるのずっとねヨタ話ですよ。でケネディ大統領もそういった世界の常識を破ったから政界から抹殺されたみたいなことね言う人もいるんですよ。本当のところは知りません。私は今目の前にある一風堂のラーメン食べてるだけです。北海道旭川の事件に関しましてはその資金は日本国内じゃなくて別の国に流れていて、その国からのリクエストでこういった系列が出来上がってるっていうふうなね、まことしやかにも海外に売るっていうことは、うん、そうなんですよね、うん、なんか元の捜査機関の手を逃れやすいっていうのもあるんですよね。で実際に海外のあるそういったマーケットに流すことによってバックエンドとしてはじゃあ動画を見るばっかりじゃなくて実際に現地に行って同じことをやってみませんかっていうのが高額売春ツアー、未成年売春ツアーによって売りさばかれていくというね、まさに現代の来台犯、っていうよく裏付けの取れない話も来ているということでございました。ごちそうさまでした。